スノーマン安倍良平&ローランド、JAL の立ち入り禁止エリアに潜入。機内アナウンスにも挑戦。11月3日放送の TBSK バラエティ番組、それスノーマンにやらせてください。毎週金曜20時から20時54分は、スタジオゲストに中村智也を迎え、それスノーマンにチャレンジさせてくださいを放送する。スノーマン、岩本照、深沢達也、ラウール、渡辺翔太、向井康二、安倍良平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介が様々なお題にチャレンジする同番組。今回の、それスノーマンにチャレンジさせてください。では、スノーマン一の頭脳派、安倍良平が、大手航空会社の JAL で一般人は立ち入ることのできない、立ち入り禁止エリアに潜入する。安倍と一緒に立ち入り禁止エリアに潜入するのは、ホスト界の帝王、ことローランド。大の飛行機好きコンビの安倍&ローランドは、テンション爆上がりで様々な一般人立ち入り禁止エリアへ。羽田空港で飛行機を動かすための専用の車に潜入したり、飛行機の聖域と呼ばれるコックピットでは、二人が機長になりきり機内アナウンスに挑戦。